深海平原とは平ら、もしくは勾配の緩やかな太陽の深海底である。この場所では、下部からの熱エネルギーの影響がなく、粒子はゆっくりと沈降する。そのため、世界で最も平坦で滑らかな地域ということができる。深海平原は、水深2200から5500メートルに達し、一般には、コンチネンタルライズと中央海嶺の間に広がっている。 深海平原は凹凸のある海洋近くの表面を最流の堆積物が覆っている。多くの堆積物は大陸方から深海峡谷を通して低層水の中を下るタービダイトによって供給される。他の堆積物は主に風により陸から海に運ばれたゴミや海洋表層から沈降した小さな海生動植物の意外からなる。太平洋では他の太陽低より 深海平原が少なく、重力流による堆積物は太平洋の沿辺にある海溝でせき止められる。大西洋では大陸砲、コンチネンタルライズ深海平原中央海嶺と中央海嶺を中心に対象な配列となっている。沿辺に海溝がある太平洋の場合、一方、もしくは両方が大陸砲、コンチネンタルライズ海溝深海平原。 中央回礼という配列になる。ありがとうございます。